すごいスピードで出ていくと簡単に音が出ないんで強い負荷がかかるようになります。いきなりスムースに出ないっていうのにも近いんですが、スピードが出ません。でどういうことかというと、ドラッグが回るスピード、ちょうどよくドラッグの数値が出るスピードっていうのは決まっていて、2キロでずっと出てるラインもすごいスピードで出てくと2キロでは糸が出なくて、簡単に糸が出ないんで強い負荷がかかるようになります。いきなりスムースに出ないとも違うんだけど、ドラッグの回転が追いつかないってことを意識しておいてください。衝撃ガンってきた時にやっぱりいきなりスムースに出ないの、もっと強烈版ですね、ガンと出た時にやっぱりすぐ回るもんではないんですね。多分皆さんも体感的には分かってると思うんで、これはねちゃんとね一度数値で知っておいてもらった方がいいので実験をしてみたいと思います。まずね P ライン1号巻いてます。 8.5 キロなので、まあ3分の1だと 2.78 キロになるんですが、とりあえず2キロってことで設定してみました。こういう感じで引っ張ると1.91 とかそんな感じですね。ぐーって負荷かけると 2.04 とか、まあ、要はドラグの設定値2キロって言われる状態ですね。でドラグの設定値2キロは結構指でやるときついです。多分女性じゃ無理、男の人でも行ってっていうぐらいの力かかるんでかなり強いです。だから実際皆さんが多分釣り場でね、ドラグジって出すときここまでね指いったってなってない人は1キロ台ですね。この2キロのドラグいきなりスムースには出ませんっていう、どういうことかっていうと、まあ、まず普通にこう10リット引っ張ると2キロいいやつですが、ちょっとたるんだところからこういうふうにグラッと負荷かかると 2.42 とかそんな感じで、ギュンと負荷がかかったりすると2.28 とかそんな感じでね、大体1割2割ドラグの負荷が変わってしまうんですね。2キロに設定してても実際 2.2 とか 2.4 っていう数値で人に負荷がかかってます。でスピードが出ない、これもちょっとやってみます。こうやってやると 3.43 3.44 3.28、 こういう感じでハイスピードでドラグって出ないんですね。魚がかかってギャーって走った時ですね、ギャーって出たりすると3点いくつになっちゃうわけです。ってことはじゃあドラグギリギリだったりしたら簡単に切れちゃいますよっていう話なんですね。ドラグ2キロだから2キロっていうのを過信してはいけないと。